というわけで、今夜も、共栄都市。共栄都市です。ね、いつも見てくれる君、ありがとう。本当にありがとうございます。君だ、君。君に言ってんだよ。また、他の人に、君だって。というわけで、今夜もやっていきたいと思いますよ。というわけで、前回までのあらすじ、こんな感じです。ガッズエラ。4月2日10時30分更新。ということで、今撮ってるのも大体そんな感じなんですけれどもね、ほぼほぼ同じ時間です。ほぼほぼ同じ時間です。でも3時ってさ、このゲーム内ではさっきの出来事ですよね。でもニュースは朝なんだね。へぇー。さ、それじゃあ、いつも通り、何か交換して次に行きましょう。前回はなんだっけ、共栄都市メガネ、共栄都市ツインテール。今回ツインテールが増えてるんですね。買っときますか。サロペット、サロペット買う。ねえ、このゲームじゃない、このチャンネルはね、女性向けも目指していますので、女性といえばやっぱファッションには、こうね、ファッション気になりますよね。ねえ、というわけでいろんなファッションをこう紹介していきたいもんですね。ファッションチェック!崩壊した W&P のオフィスから、私の命を狙い続けてきた二人組は、W&P コンサルティングっていう兵器情報を扱う会社の社員だったの。思う、おっかない方々のあれじゃなかったの。でもその本社ビルがこう三色経由にね、メガコージラちゃんに言って壊されちゃったの。とりあえず私たち胸なんとか逃げ出したってわけよ。お分かりいただけました。ねえ、手を変え品を変えやってんだけどね、本当にね、増えないな、チャンネル登録者さんとかな、本当な、再生数も増えねえな。ああ、新社会人の人が見てくんないかな。三色気流の暴走によってオフィスがあったビルは崩壊、 WP は壊滅した。壊滅した。もうこれであの柴田や武藤から追われることもないと思う。追われるんじゃない。もう起死回生、会社の起死回生にはお前しかいねえみたいな話で。これからどうしよう。大塚さんが言っていた水なしには行かなくてもいいし。そうはならなくない。大塚さんから。あれからまたでかいやつが出たようだが、無事か。今頃水なしに向かっていると思うが、一つ頼みがある。水なしの近くに花荷田町という場所がある。そこに俺の昔なじみの編集長がいるんだが、足を怪我して逃げられず困っているらしい。ついでに立ち寄って助けてやってほしい。編集長は海老根出版のビルの第二編集部にいるはずだ。エビネ出版。おい、人助けしかしねえな、このゲーム。ここちょうど花にら町だ。いや、ちょうど花にら、偶然ですね。ちょうど近くにいることだし、助けに行きましょう。ちょうど近くにいることだし、助けに行きましょう。助けに行きます。と。WP のビルが崩壊し、彼らの組織は壊滅したようです。そのため水なしに行く理由もなくなったのですが、いやいや、他にもビルあるしょ。花村町にいるので編集長を助けに行こうと思います。だって兵器とか扱ってる会社なんでしょ。ビルにいるのよね。どこにあるのかな。さ、まだ服帰らないかな。服帰れないね。帰れないのか。
さあ今回はサロペットを着ましょう。サロペットっていうのかな、なんか釣りズボン、それチャイナ服って一回も着てないね。さあ今回の服装サロペットです。こんなだったかな、なんかもっとズボンダボっとしてる気がするんだけど。おい知ってるか、隣の町で高層ビルが破壊されたらしいぜ。ニュースで見たんだけど、あんなでかいのに暴れ回られたらおしまいだ。こんな世の中じゃ、こんな世の中じゃもう店をやっていく気が起きないよ。そうだ君、よかったら僕の店を買ってくれないか。店の名前はレストランってミヤトって言うんだ。この辺りじゃ結構有名なフランス料理の店でね、海外にも系列店をいくつか出店してるんだ。それも込みの値段だ。今なら10億円でどうだい。買えねえよ。6000万しかないもの。いや6000万あったけど、いきなり10億って話になったな。うわ、なんだ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 、今度はなんだよ。今度は何、めっちゃ光ってっけど。あれなんか見たことあるんだ、この黒いの。あれ取ってった時にやられたらやられない？てかどこに行くの？いや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 、あれ定期的に出してくるってこと？向こうにコインがあっけど。やっぱりそうか。あれを定期的に出してくるってことか。うわ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 、サロペットが破けた。逆にサロペットが破けるだけで助かった。うおー、避けろ避けろ、歯が来る歯が。うわ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 、めっちゃレシピ減った。いやいやいや、あのフン歯はやめてほしいな、避けらんねえんだけど。どうすんの、向こうのあれビル通ってくのかな、あの見えてるとこ。待って、フン歯が来るから、そしたらこれをかわして、多分このビルの中行くんだよね。いや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 、フン歯じゃなくてさ、飛び込んだのがちょうどビル。奇遇ですね。階段がないから、階段。屋上に出て外の空気を吸いに行く。とりあえず編集部に行こうよ。あれなんだっけ、ウルトラマンベリアルだったかな、だから宮迫さんが声をやってる。ふと気にする、編集長いなくない、あれいないよね編集長ね。どこにいんの編集長。この下もしかして。ちょうどよかった、こんな時に基地の撮影に行っちゃったんだ。あの、このビルのどっかにいると思うんだけど、探してきてくれないか。いや、だってあと行けるの屋上しかないんだけど。いやいや、HP めっちゃ減るな、なんか、このゲーム、ここまで来て。意外に唐揚げ食べますか？いや、唐揚げうまいな。でもこのゲームの最初の方で買ったやつだから、だいぶ冷えてると思うけど。か
階段を使う。多分屋上にいるよね。行けるとこあと屋上しかないもん。何やってんだよこの人。いや、大迫力だなおい。何やってんの、編集者だよね多分ね。大丈夫ですか。ああ大丈夫大丈夫、いい写真が撮れたわ。ビルに激突する巨人のドアップ。あなたたちはあれかな、大塚くんが呼んでくれた助っ人。大塚くんよりたくましいよね。はい、そうです。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長さんですか。そうです。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長ですか。そう、週刊共栄の編集長平井よ。来てくれて助かるよ。あ、作ってたの お姉さんだったんだ。この記事だけアップさせて。昨日から巨大な影の取材に走り回っていたんだけど、足を怪我しちゃって。でもまさか編集部の目の前に巨大な影が来るなんてね。せっかくだからここで写真を撮ってアップしてたのよ。みんなせっかくだからっていいな、このゲーム。ん？あれ？ダメだわ、記事がアップできない。奴らが街を破壊しているせいで通信ができなくなったみたいね。今さら？逆に今まで通信できてたのが不思議だよ。もうここを離れましょう。荷物をまとめるから編集部に来て。超たくましいな編集長。ちょっとベリアル眺めますか。うわ、すっげえ腕。いや、絵になりますねここね。さあ、しゃがんでるんでこう。うわ、なんか飛んできた。なになに。びっくりした。もう一人なんかいるね。あ、太郎じゃない。太郎よく見えないな、こっちから見てみよう。あ、太郎じゃないこれ。うわ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 、ちょっと待って、ウルトラマンやる気かよ。今スペシウムこっち飛んできたんだけど。もうスペシウム大事じゃたまらねえから中に入ろう。いやー、危ない、スペシウムにやられるとこだった。他の編集部の方いないじゃん。もう待たせて悪いわね。何か大事なものを忘れてないかなと思って。そうだ、資料室。資料室だったんかい、これ。これこれ。16年前の私が初めて関わった週刊共栄。同期の大塚くんが書いた戦場ルポも載ってるのよ。へえ。え、大塚さんって戦場カメラマンだったんですか？え、大塚さんって戦場記者だったんですか？ああ、ごめん。大塚くんから昔のことは口止めされてるんだったわ。これ以上は彼に直接聞いて。まあ大塚くんも最近はだいぶ真面目に頑張ってるみたいね。若手の台頭に刺激されてるんじゃないかな。あなたたち今売り出し中の、ほら、何リサだっけ。カシワギリサひょっとしてカシワギリサですか。そうそう、その柏木理沙。彼女は学生時代からフリーで活躍しててね、大塚くんと一緒に仕事をしたいと言って一時期同じチームだったの。柏木さんって若手なの。でも大塚くんが自分勝手なことばっかりするから、理沙が愛想つかしてチームは解散しちゃったんだけどね。へえ。あの時の大塚くんはひどかったな。まあ私も同じ穴のハイエナだから人のこと言えないけどね。その後柏木理沙はどんどん名を上げていって、大塚くんは差を開けられてるってわけ。
仲間を知ってたらこの状況だよ。荷物はもういいわ、早く逃げましょう。煙に気をつけてね。いやでもなんか全く動じないですね編集長。なんか主観画面なんだけど、なんで主観画面。うわどうすんだよこれ。またウルトラマンの前を通るの。いや見せられますね。いや大丈夫かこれ。なんかゲーム的に大丈夫だと思っててもなんか大丈夫なんだろうかと思っちゃう。いや大丈夫、階段いけるこれ。いやでもなんか火災訓練とかってこういうのね、前ねやりましたね。やばい、あと24秒しかない。大丈夫これ。建物から出るのよ。いや出れなくね。裏口があるってことかな。ストーンこっち持ってたんかい。これだったら裏から出たいんだけど。ここは電波があるのね。私もちょっと連絡するわ。もしもし、あなた無事なの？今どこにいるの？リサさんに WP が壊滅したこと、大塚さんの頼みで編集長を助けに来たことを話した。そう、編集長、私のことを何か言ってた？昔大塚さんとリサさんが一緒に仕事をして喧嘩別れした話は聞かせてもらえ。主人公美人だな、今更だけど。それならいいのよ。じゃあこの先も気をつけてね。また連絡するわ。編集長は何を。じゃあそこのコンビニで。編集部員の向島くんが近くのコンビニに逃げ込んでいるらしいわ。そこに行って彼と合流しましょう。向島くん。外の奴らは少し遠くへ行ったようね。行くなら今ね。やっぱりなんかこう、目的のコンビニは通りを西に進んだところにあるわ。編集長めっちゃ落ち着いてるよね。離れしてんのかな。怪獣に離れってなんだよ。意を決して外に出る。コンビニってどこ。うわウルトラマンのまたのダイアップ。いやなんかこのウルトラマンが寝っ転がってる絵どっかで見たことあるような気がする。どっち向こうか。あ、太郎じゃない。うわまたウルトラマンの股間のアップ。こっちはベリアルアップじゃない。やばい絶対やべえ。あれ、いけなくない。いえ、どうすんのこれ。あそこに逃げ込みましょう。水道管的な何かに。出れんのかな。広いとこに出ましたね。なんか動きやすいサロック。うわだいぶ地下まで壊してくれてんね。何これ、明らか狙って殴ってきてないこれ。よく調べてみる。
どうすんの、行けなくないこれ、塞がれないよ。ここかな。明らかになんかベリアル君狙ってきてるよねこっちをね。うわすっげえ CG みたい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませじゃねえよ、なんで逃げてないんだよ。なんだこの匂いは、まるで下水道のようだ。失礼しました、いらっしゃいませ。失礼てる上じゃねえぞ。水減ってから水買っときますか。いやここまで水に助けられてきたよ。あと唐揚げとねえ、何かこう辛いことがある時ってやっぱりね、まずお腹をいっぱいにするとこう気分が持ち直すと思いますよ。この人が向島君？勝手に入っていいの？向島君。あ、編集長、すみません、先に逃げてしまって。いや、しょうがないっしょ。こんな状況だから仕方ないわ。でも無事でよかった。花にら町の方で巨人が出たようだな。編集長は無事か？無事です。もう4時前じゃんね。今近くのコンビニに避難しています。よかった。そうだ、さっきのお前からのメールに WP が壊滅したと書いてあったが、奴ら壊滅なんてしてないぞ、うん、ついさっき武藤ってやつと出くわしたところだ。マジでお前知り合いだったの的な。まだ捕まえるつもりだぞ。今度会ったらギター、それは大変。今から見つ水なしに行きます。それは大変。今から水なしに行きます。WP を侮るなよ。早く水なしの山吹ビルにいる男に会いに行くんだ。 WP がまだ追ってくるなんて。水なしの山吹ビルに行かないと。ここまでありがとう。あとは私たちで何とかするわ。水なしならここから相当くないわ。このコンビニを出て交差点を南に曲がった先よ。3、40分ぐらいかかる話しなかったっけ。大丈夫なんですか。はい、僕が編集長を助けていきます。気をつけて、またどこかで会いましょう。いや編集長いい人っぽいけどね。いやでもいい人から早く亡くなるって言うよね。いらっしゃいませ。買い物していく？買い物していくじゃねえよ。何言ってんだ。もう買い物しましたけど。どうせこの人何やってんの？なんかこの服着てる人いっぱいいるね。これあれじゃない、なんだっけ、何パートマーか前にギャオスに捕まってた人じゃない？直樹じゃないこれ。あ、なんかトイレが光ってる。やったぜ。出よう。なんでカゴ持ってんの。マジで買い物気してく気なの、気してく気なの。さあこっから一筋縄では行かしてくれそうにないな。南に行った方こっちか。うわなんだの突然。あれこれウルトラセブンの息子じゃない。ウルトラセブンの息子さんじゃないこれ。名前あんま覚えてないけど。うわうわうわ、吹っ飛ばされたじゃん。今度は誰だ。もう一人赤いの来ましたよ。あ、太郎くんか。いやいや、あんまジャンプしないでくれ。 HP がなくなる。やべえやべえやべえ。回復しとこっかな。メルワイめっちゃ爆発してっけど。いやでも水で回復する人間ってすげえな。
わう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 わ、また通れないのかよ。こっちか。めっちゃ車投げてきてんじゃん。いや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 、ちょっと待って、ウルトラマンズ。いや、なんとかなった。いや、もう収集つかねえぞ、これどうすんだろう。なんつった今。いやー、なんとかなったね。というわけで、また次の夜にお会いしましょう。それではまた。